あとは、この一般書き留めですね。一般書き留めが大変なんだ。えー、これがですね、それら以外、えーまあくまでも通常の書き留めというのがこれになってきます。で、えー、料金の説明はやっかいなんですけど、えー、まず10万円までの保証の場合は430円でいきます。430円にプラス基本料金ですね。82円の手手、えー、定券郵便の場合でしたら、512円から遅れますで。そこから保証金額が5万円増えることに21円増えてきますよ。 ちょっとで、えー、これがですね、あの速達の時もやるけど、なんか U メールの場合、ちょっと料金待機が、えー、変わってきますもので、えー、まし郵便 U メールで書き留めを送る場合っていうケース、まあレアなんですけど、えー、と実際にあるにはあるんですよね。うん あくまでもその保険のところの話なで書き留めの車が新車でないといけないのかってね、よくあの書き留めの車は新車、イコール新車でないとダメなんだっていうんですけど、実はそうじゃないですね。書き留めってあくまでもただのあの保証のサービスなんで、えー、中のもののです、ね、高い、えー、例えば、えー、金券とかですね、えー、金券でもですね実際に、えーね、50万円とかの金券が入ってるような、えー、場合とかですね、えー、そういった場合には、えー、とその 金券自体は、U、えー、メールででも、ですね新書じゃなくても送れますんで、えー、ですので、えー、そういった場合には、えー 言うメールでも送れますので、必ずしも必ずイコールでなくてもいいんですね。えー、で、えー、それはちょっとそれましたね。置いといて、で、えー、10万円からの保証ができます、ね。で、えー、あくまでも賠償額の上限は500万円までです。500万円を超えるものはもうちょっとすいません。郵便では、えー まあその保証とかねサービスすることができませんということですね。えー、なかなかね500万円超えるというと、なんか逆に500万円までいけるんかいと。うん500万円の、えー、ねねあのー、ね金が入った。えーねえー 入った書き留めですよとか言われたら、あのー、配達するの怖いですね、<laughs> 正直、うんえー、本当に、えー、そういうのはあるんですが、あくまでも500万円まではサービスとしてできますねということです。で、通、え、勤、ー、料金を払うことで、えー、後から、えー、お話ししていきます、いろんなオプションが、えー、をさら、えー、につけることができるのが、一般書き留めの特徴の一つです。 で、あてなめに赤字で、えー、書き留めと明記してください。えー、これですね、うん、一般書き留めと書いても、まあ、返されることはないと思うんですけど、えー、私は 見たことないんですよね。ずーっと。結構ね、書き留めね、えー、まあ、見る機会も多いんですけど、えー、あくまでも一般書き,留め場合書き留めしか書かないですね、えー。一般とはつけなくて大丈夫です。えー、で、窓、えー、口でこれも同じようにですね、郵便局の窓口で出してもらうことになります。で、よいしょ。 そうでで、すね。でかけ止めも、他の取り扱いですので、基本的に受け取ったりするときには、現金かけ止めや会員かけ止めと同じように、ですね、配達照明、レシートがピーラーと出てきて、それにですね、サインをもらって終わりますよというので、実務的な取り扱いのところでは、一般かけ止めと会員かけ止めって、なんだね、変わりはないんですが、ちらっとお話ししました。追跡ののところのですね、データが簡略化され たりすることはありませんということですね、うん まあそういった違いはありますけど、一番大きな違いは、やはりここですね。保証金額のところ。じゃあ、5万円未満のものは全部会員とけ見せればいいのかっていうと、えー、例外があるんですね。それが今からお話ししていくオプションのところです。オプションとして、まずですね、有名なのが配達証明というのがあります。えー、これはですね、えー、ここからですね、料金がですね、どんどんインフレすると言ったらよくないかな。えー 配達証明の場合はですね310円かかります。これ、ですね気をつけないといけないのは、310円に基本料金に書き留めの、先ほどの出てきたこの一般書き留めの料金が入ってきます。ですの、ね、で、保証金額によってどんどん値段が変わってくるんで、説明がですね、料金がですねケースバイケースで説明していかないと分かりにくくなるんですが。 えー、ですので、この場合でしたら、えー、例えば82円の提携、えー、郵便で送ったとしたら、82円に、えー、一般掛け止めの。えー 一般書き止めの料金が、えー、例えばこれが430円としておきましょう。430円で、10万円以内なので、430円だとしたら、512円に、えー、プラス310円ですので、512の812、822、えー、822円、えー、で、えー、送ることができますよということですね、えー。一気にね、すごい、822円ってると普通郵便10通送れるような値段ですけど、じゃあ、こんだけのお値段払ってどういうサービスなのか いうと、えー、配達が完了した、えー、後日にですね、えー、郵便物と配達証明書というハガキがですね、えー、配達局から、えー、届くサービスになっております何んやハーギいつー届くだけで何、うん、やこんなにも値段かかるんかというの何が使うんやというね思われること 方も多いかと思いますけど、えー、これ結構需要があるんですね、実はで。これはですね、証明書は普通郵便として届けられます。これちょっと気をつけないといけないんですけどね、えー、この郵便がね、とあの届くときはですね、うん、ちょっとあのはがき、 はがきで届くんですよね、えー、ですので、ふラーっとね、普通のハガキかなと思って、ね、見ると、ちょっと様式が違って、ああ、これ配達証明の、証明の郵便やなってなるんですけど、一応あくまでも普通郵便として届くんですね。なおさら何や、310円もプラスして、ってあの高いハガキめみ容のところに、さらに310円払うとるのに、なんでこんなにやらなかったのかっていうと、 ところなんですが、まあこれですね、配達時に専用の配達証を使います。これですね、実は配達証が専用のやつが本当にあるんですね。うん、本当にあの、いついつどこどこ誰々が、えー、何,月何,何月何日、えー、出して、何月で受け取りましたというような証明をもらうです、ね、用紙があるんですね。えー、普通の母より配達証とはちょっと別であるんです。で,、えー、でも、それにもらうだけにしても、ね、あれですけどね、という。 こことなんでですすけどこれですねアテ名面には配達証明と書いてくださいということなんですが、えー、これ何が大事かというと、えー、これ要は証明書を発行しないといけないような場合、ですね、えー、何かしらの例えばあの受け取り証明が必要なケース、えー、例えば、えー、税務関係でですね、えー、何月までにあの意思表示をしないと、えー、よく遺産相続とか。 からあるケースとしては、えあのねそのねそ防失日から、えー、何日以内に、えー、自分が、ね、あの相続放棄とかねあの相続しますっていう意思を示さないと、えー、いけませんよとかっていうような場合、あでもあ相続の場合は後から説明する内容証明の方が多いかな、えーまあ、いろんなねサービスあるんですけど、まあ、どうしてもその日付の証明がいる場合、で、えー、どうしてもあのその日に取る てなないいかかいかとかかかかんっったとう、えー、確認をですね、えー、ちょっと法的な措置とかでしないといけないような場合とかは、この値段払ってあのするケースがありますということです。配達証明っていうのがあります。と証明書を送りますよということですね。で、えー、次が。 えー、引き受け時刻証明っていうのがあります。えー、これはですね、えー、特に、えー、私のようにですね、窓口で立ってる人間じゃないとですね、えー、全然ピンとこないんですが、えー、これですね、引き受けした時にですね、えー、その引き受けした時刻をですね、証明しますよっていうサービスがあります。えー まさにこれ、あの何月何日、何時何分、えー、ど,どこどこでどういう風に受け取りましたよとかっていうのがですね。えー が証明できますよというですね、これも同じように310円プラス、えー。で、基本料金に、えー、一般書き留めの料金ですね、先ほどの言った512円のところに、プラス312円、822円にすると、えー、できますよというサービスです。あ、822円で一つ大事なこと忘れとった。配達証明の郵便の場合はですね、基本的にはもう配達証明にするときっていうのは、 えー、配達証明でお願いしますと持ってくるケースがほとんどだと思うんですがというかそれ以外のケースを私は見たことがないんですが配達証明でお願いしますとするで310円なんですが、えー、後からですね、えー、一応 するることもできるそうです。その場合は一般書け留めとして出しておらないといけないんですが、会員書け留めとして出し取る場合は、後から請求してもダメですよってなるんですけど、一般書け留めとして出し取ったもの、ああごめん、後とからちょっと配達証明で証明書を発行してほしいという場合はですね、で、えー、きやんことはないです。 ということですこれの差し出し後請求の、えー、場合は、えー、430円支払いをするとあとからですね430円払いますねちょっともうちょっと配達証明書作ってもらえませんかというと、えー、一定の期間、えー、の間でしたらあのデータが保管されておってはいではこうデータを全部調べてですねはい確かにこの局でこういう風に配達員が配達してました大丈夫でしたって証明書を発行してもらうことができるそうです。で で、やはり引き受け時刻証明で話戻しましょう。引き受け時刻証明というのは、その名前の通りですけど、窓越しに差し出すときに、引き受け時刻が分単位で郵便物に刻印されます。何時何分というふうにですね。で、引き受け時刻の証明とされます。で、ここでですね、秒単位は切り上げて表示になるということですね。ですので、例えば、9時00分、0分。 1秒に受け取ったものは9時1分として表示がされますということですね。そういうちょっと秒台の細かいところを言うとそういうふうになってるんですが、引き受け時刻を何時何分受け取りましたよ。この郵便物は確かに何時何分にこの郵便局で確かに受け取りましたという刻印がされて、 証明がされますよということですね。ですので,で、お前が出したのが遅かったんちゃうんかとかって言ってですね。た まあ、オークションのね、取引とかやってた時にはね、たまにありましたね、あの、見方とも取かないやなんか、お前出してなかったんちゃうんかとかって言ってね、えー、もう見たこともありますけど、まあ、決心を見ればね、大体日付はね、わかるんですけど、これ日に確かに郵便局で引き受けしておるんで、あの、そこから配達が多分遅れたんだと思いますとかってね、あの、で、そので出したのはあれですよって言うんですけど、えー、まあ、場合によっては、やはりこういった、時刻、何時何分ちゃんと出したんやってね、えー、言ってくるようなね、えー シビアな場合はですね、こういうサービスもありますと、うん。これの場合はもう、いや、確かに何時何分に俺出た人じゃないかい。い ほら、見てわからんのかいと。でね、できるサービスあります。え、差し出しが完了すると、窓口にて受領書をもらうことができます。で、はい、確かにあなたは何時、何月何日、何時何分に、この郵便物を差し出しをしましたことを、ここで証書として見とします。まあ、レシートですけどね、レシートの形式ですけどもらうことができます。で、あてなめに赤字で書き留めと、え、明記をしておいてください。で、窓口で、引き受け時刻証明に、 してくださいと申し出をすると、えー、ですね、えー、その国員が引き受け時刻証明とのものにということになりますもので、国員がされることによって引き受け時刻証明の書き留め、一般書き留め、郵便といになりますということですね。これも、うん、まあ、他のところも全部今説明しているところは全部そうですけど、簡易書き留めとして持ってくと、あーごめんなさい、できませんので、けると簡易ところ消してっていうんですけど、これ消すのもですね、えー、いろいろとね、あの 訂正するんだって郵便の訂正っていろいろとね。あのふ いや、フォーマットとかい、いや、ね、あの、ややこしいところが多いんで、はい、はい、20年ですね、消したからこれで書き留めとして扱っ,ってねって言うと、いやー、ごめんなさい、できないですわ。それはできないですって。あの、ちょっとここ、印鑑を押してです、ね、定正印を押して、えっ、ーえー、と、愛印とかを押してるとかね、むちろくいろいろね、えー、しないと、はい、これは取り消ししたっていうことになりませんのでっていう、えー、ところがですね、えー、どうしてもできないことがありますんで、まあ、書き留めただけでいて、持っていってくるようにしてください。 月がですね、本人限定受け取りというのがあります。で、ここ本人限定受け取りはですね、料金は100円追加でできます。で、これで基本料金に、先ほどからお話ししてますように、一般かけ止め料金ですので、482円のやつの場合に、582円に300 えーっと310円はちゃええー。 簡易掛け止め値段やから、えー、430円、512円、えー、払って、そこに6 1二円からで、で、えー、第一種提携郵便の場合でしたらできますよと。えー、で、これはですね、郵便物の受け取り人を、えー、名当て人、えー、または、差出し人が指定した代任人一人っていうふうにですね、これはあの法律上には書いてあるんですけども、このッコ書きのところを忘れてもらった方のがいいかなと思います。えー これはですね、えー、あくまでも本人に送るものです。7、えー、て人に、えー、限定するサービスとなっております。でえー、これがですね、えー、と基本的には全部そうなんです。これ,をこれは、えー、本人限定っていうふうにすると、その人しか受け取りができなくなります。えー ですので、であの他のねやあの、u パックとか、他の書き留めの場合は、代表の方の受け取りとかですね、会社でしたら、ね、事務の代表の方からまとめて受け取ったりとか、ねご,かご,ご家族さんが受け取ったりとかっていうのができるんですが、これの場合は、えー、と親兄弟とかでもダメです。ええ必ず、その、えっ、ー、と、宛名に書いてある名前の本人さんでないとえダメですよというところなんですね。で、えっ、ー、と、このだうですね、本人限定受け取りっていうのは、実はですね、えー、この中で にも3種類あるんですね、えー、基本型と呼ばれるものと特例型と呼ばれるものと、えー、特電型、えーと、正式名称は特定事項伝達型というのがあります。うちらは、えーね、あのうちらというか郵便局では大体特例、特電で基本型というのは配達の方には、ね、ちょっと後からまたしますけど、えー、回ってこないで、基本これは、えー、本人限定特例の本人限定特電の。 本人限定が届いたぞというふうになりますけど、3種類があります、ね。ただ、特例と特例がよく、ね、あの配達では出るんですが、基本型の方は出ないんですけど、一般的に差し出しが可能なのはこのあくまでも基本型と特例型しかできません。特例型の場合は、差し出しの申請をするのにですね、非常に、えー 本当に特殊な、えー、申請をです、ね、いろいろして、ですね、えー、認可を取らないと特伝型という、えー、本人限定受取の、えー、郵便は、えー、そもそも、あのー、差し出すことができません。ので、えー 一般であの普通に本人の原点したいんですよっていう場合は、この基本型から特例型のみになります。で、えー、配達前にですね、これらすべて配達前にですね、実は配達局から、えー、受け取り人に通知書が送付されます。で、えー、ですので、えー この本人限定受取の郵便が、えー、配達郵便局に届きましたよと、はいえー、届いたらそ、じゃあ、じゃあこれをそろけに行きますかってなるんじゃなくて、えー、そこからですね事前調査をしてですねその受取人さんって書いてある名前の方に、えー、通知書というはがきを送達されます。あ けじゃ封書かな封書で送達されます。で、そうすると、その郵便中に入ってると、あなた宛に本人限定受取の書き留め郵便物が届いておりますよと。うんですので、でこれが基本型ってなってる場合は、窓口に取りに来てください。身分証明書を持って取りに来てください。特例型にしてある場合は、 特電型の場合は、えー、とご都合の用しや、本人としておる時間帯を指定して日日、日時ですね、えー、日付と時間帯を指定して、えー、また郵便局の方にご連絡をお願いしますというふうにして、えー、そうするとその時間帯にですね、えー、郵便局員がいてですね、えー、誰々まで間違いないですかというふうな確認をして、えー、サインをもらってくるんですが、えー、これでですね、えーと、気をつけないといけないのは、特伝型を送るということは少ないかなと。 思うんですけど、えー、あこれを、えー、受け取る時とかに気をつけてほしいのが特典型ってなっとる場合はもう漢字の えー、漢字がですね、同意字体のものでも、えー、ダメです、えー。ここにも書いておきましたけど、受け取り時に身分証の、えー、名前が、例えばあの先の字がですね、たつの字とね、大の,の先とありますけど、これが違っておるだけでももう私ができなくなります。ですので、申し込みとかするときに、えー、書くときとかですね、申し込み書書くときとかに、えー、あとは斎藤の斎の字とかですね、旧、えー、字体であので 本席がなっとるかどうかとか、そのあたりはですね、の気をつけてもらわないと、えー、このあたりが違っておるだけでも、もう配達ができなくなってしまって、えー、はい、すみません、あのあなたを本人とは認めることができませんと、えー、本当になってしまいますので、えー、このあたり、えー、あとはサインとか獲得とかですね、えー、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。えっ、ー、と、本人限定受け取り、えっ、ー、と、本人限定受け取りは、えー、差し出し方法は、まあ、 書いてありますね、えー、基本型の場合は本人限定受け取りと明記してください。特例型の場合は本人限定受け取り、り特と書くか、本人限定受け取り、り特例型と明記します。でまあ、特例型の場合は本人限定受け取、り特で、もしくは本人限定、えー、特例型と明記し、えー、特例型を出す場合は、えー、このうちで転送不要と、えー、明記する必要があります。えー、転送不要って言葉もですね、えー、要は転送をしませんよということですね。えー ちなみにこれ転送不要の不要っていうのは、えー、ああのしなくてもいいですよっていうふうに取られがちなんですけど、えー、転送不要の場合の不要は、えー、転送禁止という本当に言葉書いた方がいいんちゃうかなと思うんですけど、えー、転送しなくてもいいですよじゃなくて転送しちゃだめなんで、えー ですので、転送をしてしまうとえ大問題になってしまうんで、いいかげん、これ、不要って言葉はえ書いた方がいいんちゃうかなと個人的には思っておるんですが、それはちょっと転送不要の話はまた別でねしていきましょう。とりあえず今後の場合、特例型の場合っ絶対これ転送不要を明記しないといけません。もちろん、特例型とかの場合でも転送不要とすることはえ可能です。転送不要にするには料金はかかりませんので、え。ー 普通これは普通郵便でも、ね、あるんでできるんですけどね、転送不要は、うんえー。転送不要と明記して、あらかじめ郵便局から、えー、交付された、えー、追跡番号をこの特典型の場合なんかその認可を受けた時に追跡番号もこれがあの発行がされるんで、それを印字した状態で郵便局に。あの 引き受けをすするようにししなないいいいとらで私もねそ、さすがにね、そういう取り扱いしたことないんで、えー、あまりすみません、詳しいことが分からなくて申し訳ないんですが、えー、こういったような、えー、違いがあります。えーっと